千葉の女桃太郎あずさだより、はい、今日も頑張りました。これだけね頑張ったとよく、まあ、から元気か本気元気か知りませんけど元気で、まあ、びっくりしましたけど、まあね、それだけ疲れるくらいの今日は成果があったよね。頑張りましたね、はい、アンナさん頑張ったね、私たちね、はい、でね、今日嬉しかったのはね、今まで行ってないところでね、はい、相当住宅地とかね、はい、行けたということはね、はい、よかったですね。なったニュータウン、はい、そして三里塚のニュータウン住宅地、ね、はい、新興住宅地回りました。それからスーパーでもやってなかったところ行きましたでしょうか、はい、スーパーマーケットかすみ三里塚店、あそこ良かったですね、はい、それで両方の、はい、両方こっちもね、大きなスーパーとスーパーの間で、はいはい、それから最後の締めの成田駅もちょうど真ん中のところでね、うん、やれたということでもあったし、その朝 の辻立ちというのもね、はい、なんとね3つでやったんですよ。3つといっても駅では2つなんだけど、うん、JR の、まあ、正面口というかね、東口と、はい、まあ、西口から始まって西口、はい、東口行って、なんと京成成田までやったというやって、はい、そこからもうぐるっとですよ、成田、はい、隅々まで、はい、で住宅地入ったら私がこうちゃんと肉声で、はい、あずさまりがご挨拶に参りました。やっぱりね、基本的には流してんだけど、肉声でやってる本人が来たというとね、やはり違いますね、はい、もう聞こえた途端家の中から飛び出してきてくださった方とか結構いらっしゃって、もう本当ああっつって、まあ、ね、走りすぎちゃうんですけど頑張りますって、あれは効果があるから本当はもっと言ってもらいたいんだけど、うん、ここ喉を枯らしてしまっても仕方ないんでね、そこら辺のさじ加減なんだけど、声帯強いみたいで、はい、今日本当に今までで一日中喋ったんですけど、さなみさんもいらっしゃらなかったし、でも大丈夫です。ちょっとハスキーボイスっぽくって、はい、セクシーボイスになってるからでね、やっぱりねずっとこう横にいたり応援図したりして分かったのは、この人はねプロじゃないから、本当にね乗っちゃうと魂が乗り移っちゃうわけだから、もうちょっとこう短くしてもいいところをね、ただもう繰り返すけど、まだまだもう終盤戦といっても火水木金土と5日ありますからね、もう最終日かっていうぐらい毎回全力で演説してます、うん、でね、この後折り込みチラシというね、これはもう合法的にできるあれが、はい、今週中に任せるから、はいはい、そうするとね、あずさの知名度と、はい、まあ、知眼度という言葉があるかどうかわかんないけど、チラシで顔も知りますからね、はい、約7万世帯に私のチラシが配られます。宣伝カーを心待ちしてくれるかどうかは別にして、それ来れば、はい、あずさってのはどういう人かと思って出てきたりとかね、はい、ものすごくね、いろんなものがメディアミックス的に加速度つけてくるから、はい、序盤戦はもう本当に知名度なかったんで、はい、あとこの千葉が新徳に森千葉結成してわずか1ヶ月ですよ、全部ギリギリ間に合って、うん、もう幸運だったんですけど、全部まあ履行できたこと自体がね、ギリギリ、もうギリギリ間に合って、うん、で始まったんで、序盤戦はやっぱり新聞、各新聞社事実上の一騎打ちみたいなね、有名な先生たちの一騎打ちみたいな書かれ方したんですけれど、まあ、中盤盛り上がって私たちがぐいぐい追い上げていったらいいなと思って。でね、おそらくいつ出るか分かんないけど、まあ、いずれにしても今週中にね、終盤の情勢みたいなものが各紙出るはずなんですよ、はい、そこであずさまりも出ているみたいじゃなくてね、あずさまりも、まあ、猛追とか急追まではいかなくてもなんとか書き方をしてほしいね。猛追とか書かれてたら最高ですね、はい、でもかなり盛り上がってるとはね、書かざるを得ない状況までは言ってると思うよ、正直言って、はい、頑張ってます、はい、私たち。そして大物の代議士ですよ、与党のここの10区のね、あの方、この人の焦りはすごいね、焦ってらっしゃる、はいはい、今日高市早苗さん呼んで応援演説呼んでましたね、はい、呼ばれて、高市さんも大変ですね、
まあ、無理やり頼まれたんですかね。まあね、全く真逆の主張をしているお二人がどういう会話をされたのか。だってウイグル決議の時にね、これは私が勝手に言ったんじゃなくて、当時の新聞なんかによると、高市早苗さんとか、それから当時の政調会長の下村博文さんなのが、もう本当突きつけるように言って、それでダメだったと、はい、いうことですから、うん、だからまあね、高市さんも自民党のやっぱり次期総裁を狙うためにはいろいろなことはあるんだろうけど、足がらみって本当大変ですね、うん、だけど他のことと違ってね、まあ政治家ですから、はい、あまり褒めるところない人を無理やり褒めるなんてことはざらにあるんだけど、ちょっと今回違うじゃないケースが。そうですね、うん、だからどうされるのか本当ね、ちょっとわからないんだけど、うん、はい、本当高市早苗さんにとっては何もいいことがないんじゃないかと思いますけれど、まあ、ね、うん、まあそれだけ林元さんがむしゃらにされてるんだろうなって。あの野田聖子さんも呼んでるんですよ、うん、野田聖子さんと、はい、そうですね、ただ野田聖子さんの方は必ずしも自分の地元じゃないあのところで、市としてもちょっと小さいところで、ね、成田には高市さん呼んでるんで、まあ高市さんの方がメインイベントというふうに思ってるんだろうけど、うんうん、立憲の方も有名な方めちゃくちゃ呼んでらっしゃるから、ね、もう本当に激戦区ですよ千葉10区。それからねびっくりしたのはね、その縦看板ね、なんとか来たるみたいなこうポンとやってんだけど、はい、これ電信柱なんかに立てかけてんのよ、うん、これいいのかなと思うけどね、ちょっとなんか違法看板っぽいのね。いやだから電信柱いくらでもあるでしょ。ありますよね、どう思います。いやもう本当思うところいっぱいありますけど、アンナさんなんかほら政治あまりね、まして選挙運動なんか関わってないからちょっとびっくりしたんじゃないですか。びっくりしました。あの見えてくるものがいろいろありましてですね、で、はい、あの宮さんと一緒に先生と一緒にあのいさせていただくので、本当に自分の勉強じゃないんですけど本当になりつつも、はい、もうそれからね、事前ポスターがね、はい、あれ貼りっぱなしになってるわけですよ。でこれ何か言われたら剥がすの忘れてしまったで、それで済ませてんだろうけど、果たしてそれでいいのかどうかとかね思うけどね。ああこんな感じなんだと思って、やっぱりその当選されてる方って強いんだなって思いますね、うん、だから私たち本当に頑張らないと、誠実にやってますね。今のところは順調に。悪化が良化を駆逐するという言葉があってね、例えば我々はまあ準備不足もあって事前ポスターなんかできなかったんだけど、はい、仮にねもし事前ポスターをやったとするじゃない、そうするとあの本番まで剥がさなくちゃいけないんだけど、いろいろ見るとああと思うちゃうわけですよ。だからねやっぱりね、悪化が良化を駆逐するっていうのはまさに選挙がそうだから、これね現職の人は本当に慎んでほしいなと思う、はい、それとねこれちょっとこの番組で言うにはあまりに本質的な問題なんだけど、やっぱりね、アンナさんね、例えば供託金の額とか、あるいは選挙日程とかね、衆議院選挙なんてね、私の記憶する限り前はね20日以上だったんですよ。で短くしてもね、もう一般の人はうるさい時間が減ってよかったぐらいしか思ってないのかもしれないけど、これ民主主義の根幹にある意味関わることなのね。で結局ね、何かというと基本的に現職が有利になるわけですよ。供託金が高くなればなかなか出にくくなる。であの選挙期間が短くなれば周知する時間が短くなるから、結果的には現職有利と、うん、そうね、いろんな制度を作るのは現職だから、もう現職有利な方有利な方になってるわけ、うん、でこれはねよくよく考えると本当おかしいことなんですよ。ただそれを問題にするのは選挙に関わってる人だけだから、うん、あれだけど一般国民の人もね、やっぱり選挙というものは民主主義のベースだからね、うん、その選挙というのがこの現職の結果的に言いなりになってるというのはやっぱりこれはまずいなと。これはあの現場でこういうこと関わらないとわからないことだけどね、うん、その辺 の、 そのジレンマの自分をもうひしひしと感じます、うんうんうん、ただこれはもう今日の総括で言うんじゃあまりに重いテーマなんでねあれだけど、うん、ただそういう中であずさまりは頑張るということだよね。だから私たち本当に努力しかないんだなと思って、いろんなハンデ戦だからね、もう全身全霊でやってますよ、うん、その時に癒してくれるんですよこの方が。もうボカロも渡してくれたり、のど飴欲しいなと思ってたら渡してくれたり、
もうね、なんか包みまで向いてこうやって、いや本当に今日もありがとう。いや、それでね、結局私なんかが、あずさまり推薦の字はやっぱりどうしても政治とかこう対極的なあれなんだけど、まあ、アンナさんのはもちろんそういう部分もあるんだけど、基本的にはね、あずさまりの人間性みたいなことをね言ってくれるから、これはね、うん、ありがたいです。非常にいいですよ。でも、もう本当にあの皆さんもおっしゃったように、はい、あの接すれば接するほどその人たちをこう魅了するあずさまりさんっていうのがやっぱその伝わってしまうんですよね。そこをすごく強く感じざるを得ない感じます、うん、ありがとう、ありがとうございます。いや、私もね、いろんな選挙に関わってね、あれしたけど、この人は確実にね、うん、あの票を拾うというと失礼、あの言い方失礼な言い方なんだけど、本当にできるんですよ。あの動いたら動いた分ね、うん、私は一般視点がある、はい、まあ、皆さんそうなんですけど、まあ、そこを含めてすごく感じる。ただ惜しむなくは、あと火水木金土5日だからね。そう、はい、そうなんです。たった1ヶ月の戦いです。で、水曜日、あの昨日のあずさだよりで調子に参りますと言ったんですけれど、ちょっと調整が難しくてですね、でも調子は大事な場所なので、うん、ぜひ調整して水曜日以外に行きたいなと思っております。で、毎回調子に行きますとやっぱり道路の問題、あそこありますよね、うん、あのこのね、10個の有名な代議士さんがふるさとの陳情を聞かずにあそこに道路、高速道路持ってこれなかったというのも疑問ですし、あと行くたび思うんですけれど、利根川からこう高台がないんですよね、千葉って。で、銚子、旭市は本当に大地震来たら津波が来ると言われてますし、はい、そして津波が来る、千葉には大地震が来る確率、大地震の確率 70% です。明日かもしれない。こういう時に私たち、あずさまり、新党国盛は、その和歌山で見たようなちょっと耐震性強度の問題があるあのような避難タワーではなく、お年寄りや子どもたちが登っていくのは辛いし、あとあの人口をタワーで救うっていうの難しいんで、私たちは地下に、防潮シェルター、波がこう引くまでそこで命をつなぐ、みんなでそこで生き残る、こういうものも政策として掲げております。だから、あずささんはね、あの調子に、もちろんあの成田をはじめね、はい、あの軸全体にあるんだけど、調子に関してはね、あなたお魚が好きなせいもあって非常に思い入れがあってね、でね、はい、成田やなんかのあれでもわざわざ調子のこともね取り上げて、だからまあ大物代議士、あの人はもともと調子方面ですからね、そうそうそう、に対しての怒りもあるんだろうけど、はい、はい、まあ最もやらなきゃいけない港町だと思うんです、うん、守らなきゃいけない場所、それは中国共産党はああいうところから、そうそうそう、そう、あの狙っていくんですよ、港。これ10区だけじゃなくて、ある意味日本のこう玄関みたいなもんだからね、そこはね、ないがしろにするというのが、政治家としてもこう今まで何されてきたのかなってやっぱり思ってしまうんです。そうですね、はい、で、明日、はい、はい、明日の予定申し上げます。26日火曜日はまず8時、京成成田駅の参道口側で、演説いたしまして、でちょっと大雨なんですよね、明日の予報がかなり強いらしいので、京成成田駅 の、 あの東口側、屋根がある方のあちら側で1時間ほど演説いたします。その後は成田市内流し外線です。そして午後です、18時から14時の予定で、仙台間の壇上で、ここはまた、雨の予想ですので、成田駅東口、ここら辺ですね、あ、参道口ではなく、午後は成田駅の東口、JR 側です。だからメインのところですね、メインのところですね、はい、で、15時から15時半目安に JR 下総、神崎駅、下総は神崎駅、はい、はい、ここで辻立ち演説します、はい、で、この前13時、 JR 成田駅東口で水島社長が合流してくださるそうです。社長大変ですね、はい、和歌山、そしてで東京の番組もあるからね、はい、はい、で、その後はしばらく流し回線行いまして、明日一日
佐野美優子さんも、はい、はい、それで残念ながら私は明日ちょっと番組の収録があるので、ね、明日は寂しいですが、はい、その代わりあの水木金土、はい、もう最終盤ね、はい、もう頑張りますんで、はい、はい、明日は社長が途中合流、はい、そして佐野美さん、はい、はい、そしてアンナさん来てくださいます、はい、で、最後、まあ、しっかりと時間が分かる15時から15時半の、演説は下総さん、下総さんね、下総崎駅でございます。その後はしばらく流し回線です、はい、明日はそれで、頑張りたいと思います、はいはい、それとね、昨日も申しましたけど、そのあずさまりと千葉の未来を作る会、支援をお願いをしております、詳しいことは新都国盛のホームページをご覧いただければと思います。はい、まあそういうことでいよいよね終盤戦、火水木金もう今ね日にちよりどうしても曜日の感覚のが出ちゃうんで、残り本当に頑張りましょうね。はい、はい、頑張ります。火水木金土5日間、はい、はい、では明日も頑張るぞ、はい、頑張るぞ、はい。